どうも皆さん、おはこんばんにちは、おとじゃです。龍が如く続きをプレイして桃源郷さあ行くぞ。そう、手に入れたからここで話しかければいいかな。ようやく手に入れたようだな。おう、おじさん、桃源郷へ行こうってはるかすげえ嬉しそうに言うな。置いてかないでよ。桃源郷はあれか、あの下にあるやつでいいのかな。それとビル一体っつうか外行って、あ、こっちやね、間違いない。よしよし、さあレッツゴー。どこらへん、あ、あれか、置いてかないでよって。おいおい、やめろケチらしてくれるわ。さあ、かかってこい。おりゅう、やるね。ほっ、アタック、投げる、痛い。ムカつかれまくってるな。痛い。後ろパンチ。そうらよと。投げるよ、まだまだ投げるよ。グッキャッ。こんなに強いなんて、弱い者いじめをするな。はるか、ちゃんとついてこいよ。おい、やめて。ガンタレルってさ、そっち向いてすらいないのに。どりゃ、よし、壁にズドン。早く倒すんだ、はるかまで。はるかまで野獣馬になってる。やれやれみたいになってる。俺はそんな風に育てた覚えはないぞ。ここか、ここか、桃源郷。桃源郷、前々から気になってたけど、ここなんだね。はい、入ります。あ、あのお客様、お子様連れはちょっと。社会見学の一環だ、多めに見てくれ。申し訳ございませんが、他のお客様のご迷惑になりますので。うおお、絶対に迷惑はかけない。いや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 、いいよな、もうすでに迷惑かけてる。 かしこまりました。キリュウさん、荒すぎるよ。おお、置いてかないでよ、置いてかないでよ。おお、上か。どこに行けばいいんだこれ。適当に歩いてるが、どんどん上に行ってみようか。なんか入るって出なかった今。中に入ってみよう。ってなるよねそれ。明美はどの部屋だ。
最上階。ありがとう。邪魔したな。ちょっと待ってよ。階段が基本的に向こう側にあるってちょっと不便じゃないか。一階ずつ上がるのはエレベーターとかあったのかな。最上階でしょ。広いね。そうみたいだな。おお。いらっしゃいませ。あけみです。あけみさん。桐生だ。シンジから聞いてないか。桐生、あなたが。ああ。それじゃあシンちゃんはもう。そう、最後に会った時彼言ってたの。自分にもしものことがあったらあなたが訪ねてくるかもしれないって。いつもふざけてたあの人が急に真剣な顔してね。そっか、しんちゃん死んじゃったんだ。おかしいと思った。だってね、あの人急に今やってることが片付いたら結婚しようなんて言ってさ。すまない。いいの、私の方こそごめんなさい。今もう火がついてたや、タバコをつけようとしていたような気がするんだが。風間さんね、確かにここにいたんだけど、しんちゃんの知り合いが来て連れて行っちゃったの。誰だ誰だ。近江連合の寺田さん。何、近江連合。そいつは本当にシンジの知り合いなのか。うん、シンちゃんは信頼してた。だから私も。場所は芝浦よ。不当に止めた船に連れて行くって言ってたわ。そうか。それともう一つ。うん。シンちゃんこう言ってたわ。錦山組は100億の他に世良会長の遺言状を探している。それに次の四代目が指名されてるんだって。遺言状、そんなものが。それじゃあ錦はそいつを握りつぶそうと。しんちゃんはそう言ってたわ。なんだ。何、いい音聞かせるや。おお、真島の兄さん何してるんだ。わからんが、ここで待ってろ。え、あ、セーブポイントある。セーブしとこう。オッケーオッケー、セーブ。あとアイテムボックス何か入れてたかな。いや、特別何かいいものを持ってるわけじゃないな。武器はちゃんと持ってる。外移動しますか。する。ロビーへ向かえ。お、音楽が。あ、もうできる。なめたまねするんじゃねえぞ。なめたまねするんじゃねえぞ。お、よいしょ。追撃、よし。なかなか強いじゃないか。ツーショット、はっ、よいしょ。で、溜めてからの蹴り。いや、銃はやめて、銃はダメ。銃ゲット。ああ、みんな遠くから当てる。危ない。銃を持ってるやつを、よし、受けて、おいと、よいしょ。その銃を借りて、あっ、ドン。お、投げて、追撃。倒れてるところに出る。よし、銃持ちが出てくるか。
さあかかってこいよ。右奥に銃を持ってるやつがいるからダッシュして蹴り。お、危ない。お、これが使えるんじゃないか。いて。お、よし、銃持ちが立ち上がったところにポン。一殺。そして立ち上がったらズドン。蹴り、踏みつけて、いいんじゃないか今のところ。左の部屋にいるな。あいたあいた、銃だ。避けて撃ってから投げる。そして蹴る。立ち上がったとこに。OK。 お、6発も入ってるな。旧式オート拳銃。よし、全員倒した。一発しかないか。一発か。全部一発だな。このまま行こう。助けて。いやー、レイコちゃん。よう、キリュウちゃん、探したで。マジマの兄さん、ハンター、まだ生きていたのか。助けて、お願い、助けて。ああ、よしよし、静かにせんか。よせ。ん、お前べっぴんさんやないか。どうや、俺の女にならんか。どうやね。ん、いやです。いや、他に好きな人が。ごめんなさい。振られてる。マジマ、やめろ。そうか、正直な子や。嘘。え、それで。それで。ほれ、ここ危ないで。はよ行き。みたいな。兄さん、よくわからねえな。あんただけは。俺は正直もんが好きなだけや。人の顔色伺ったりせんと。俺がそうやからな。そうかい。そうかい。この間いいとこで邪魔が入りよった。包帯巻いてるもんね。ここで蹴りつけようやないの。キリュウちゃんよ。来たか。オトシャバーサスマジマのゴロ。おお、俺は拳銃チャカ持っとるで。よし。相変わらずだな。やめて。やばい。ああ、後ろ蹴りも。兄さん相変わらず強いな。私もアイテムを使っていこうかな。サバイバルナイフ、あと回復。お、いてえ、最後のパンチがやめて。うわ、いいぞいいぞ。さあ立ち上がったところに。よし。何？おお、揺れてる。
あ、やばいやばい、死ぬ。壁が、壁じゃない、あ、パーツ、嘘。兄さん、兄さんどこだ。投げる、よし、投げる。うわ、もう早すぎて見えないし、暗い。兄さん早すぎる。そこ、ああ見えない。ダメージ食らってないな。よし、木刀を出すしかないようだ。さあかかってこい。よし、うお、痛い。さらに追撃される。うお、痛い。やばい、強い。やばい、回復する。さあ、こい、兄さん。キルさん、ごめん。なに、キルさん、ちゃうわ。真島の兄さん、ドラップキュー。ふ、当たらない。よっしゃー。兄さん、倒したぞ。あの女が君か。辛いだろうな。伊達さん、風間のおやっさんの居場所が分かった。どこだ。芝浦の埠頭だ。近江連合の寺田って男がかくまっているらしい。近江連合だと。なんで奴らが風間を。わからんが、信二が命がけでおやっさん預けた相手だ。信じるだけの価値はある。そうか。キリュウ、 MIA が神宮が目立って動き始めてる。さっき本庁に呼ばれて、お前のことを根掘り葉掘り聞かれた。おそらく神宮から圧力がかかったんだ。大丈夫なのか、伊達さん。へへ、逆だ。クビになってもおかしくねえのに、奴ら俺がお前とつるんでるうちはクビにできねえんだよ。行くんだろ、桐生。芝浦に。ああ。近江連合が絡んでるかな。分かった、伊達さん、頼んだぜ。分かった。ってことは準備をしろってことはあるだろう。こっちに師匠がいるはずだから、新しい技を教えてもらえるんじゃないか。よう、じいさん。
はい、お願いします。あ、また装備してるから外して、さあ、どんな技を教えてくれるんだ。オッケー、もうね、キリュウさん弾丸すら避けられるから、ね、あいたー、早い、弾丸より、あいたー、早いよちょっと待ってこれ、あ、サクロとモンストロ真面目にやられるか。いやいやいや、弾より早い、うわー、超早いって、分かった分かった、うわ、だから早いんだ、スタートが早すぎるんだ。お、よし、次が、はっはっは、え、あ、離れすぎてるじゃん、あ、ちゃん、あ、いや、いって、よし、全部避けた後きつい攻撃、さばき打ち、スウェイ中に三角を押します。あいた、ほんほん、おお、これはかっこいい、あいた、あいた、これは便利そうだね。攻撃を避けて見事、文句なしじゃん。あはー、わかった、じいさんにもっと話しかけたいんだけどな。一回アジトに戻ってからもう一回行けば、お、話しかけられるね。よう、じいさん、あ、よし、どんどん技を覚えちゃおう頼むからボールだけはやめてくれ、銃より速い気がする。必殺の一撃をお見舞いする、死んじゃうじゃん。必殺の一撃をお見舞いされたら俺死んじゃうけど、受けたらすぐに罰を抜いた、分かった、猫がいる、おう、おお、うわ、おい、あ、いいですな、これは、痛くもないよ、おい、はるかがすげえつまんだそうに奥へ立ってるな、はるか危ないぞ。猫がいるゲッチュ、あー、さっきのね、真島の兄さんの時は倒されたという、これをやれば高確率で追撃を防ぐことができたのか。もう覚えられる技どれぐらいあるんだろうね。受けられるだけ受けておこうかなって感じだけど、あ、また大丈夫だな、話しかけられる。よう、じいさん、お、受けるぞ、パンチをお見舞いする、受ける直前に防御、弾き返し、おお、はい、しかも結構タイミングがシビアだな。うわー、こういうの必要だね。はい、ほう、そんなものが私に効くと思うてか。じいさんは止まって見えるぜ。
お、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 痛い。お、カウンターだね。お、お、なかなかやるだろう。お、ああ難しい。ああ、遅すぎた。またハルカがどうしよう、ほらつまんなそうに見てるんだろ。おっと、よし。よし、技をもう一回手にやった。もうないよね、もうないよね。うん、まだあった。すげえ、どんだけ俺は技を覚えないとここまで戦ってきたんだ。基本じいさんが教えてくれるという設定なんだね。攻撃に合わせて三角、虎落とし、カウンターパンチ。おーおーおお、もう見えないよこれ。俺、お、攻撃してる俺が見えないよこの速さ。こうすごい、溝落ちにパンチを一瞬で。おお、こう、うわー、かっこいいねこれ。すごい強そうだ。おお、おじいちゃん大丈夫かな。結構キリュウさん本気でパッチしてる。あ、いた。あ、でもこれもタイミングシビアだね、ガードの時と同じで。あおんち、一般の敵に雑魚的にやるってなると結構難しそうだな。あと3回だ。じいさん倒れないでくれよ。せいやほう。じいさん結構へばってるような気がするんだけどな。ほう、あっ、やるなじいさん。そこだ、ラスト1。おじいさんが去って3、2、1。はい、よし、新しい技って。おじいさん立って。さあ覚えたぞ。ボクシングを極めたやつのパンチには困難だが、確かに速いからね。ぬるいパンチにはこの一撃でギャフンと言わしてやり。わかった、ありがとうじいさん、ありがとう。もうない、もうないよね、もうさすがにないわ、うん、はい、ということでもうなかったので、ね、ほとんど修行で終わってしまったんですが、今回はここまで。次回はね、芝浦に行っていきたいと思います。ほんじゃまたな。